メアリー、この町にいるのか。曖昧な眠りの中で夢見るのはあの街、サイレントヒル。いつかまた二人で行こうと約束しておきながら、私のせいで叶わなかった。私は一人でそこにいる。あの思い出の場所であなたを待っている。手紙が来た。封筒にはメアリーと書いてある。妻の名だ。そんなバカな、ありえるわけがない。分かっているつもりだ。メアリーは3年前に病気で死んでいる。それでも会いに来た。思い出の場所、どこなのだろう。この町には思い出が多い。メアリーがいるのか。本当に彼女が待ってるのか。失礼。ごめんなさい。私。いや、驚かせてすまない。道を聞きたくて。道を？ああ、サイレントヒルに行くにはこの道か。ええ。霧が出ているけど、一本道だから迷わないと思う。ありがとう。でも行かない方がいいかも。それはその町はなんていうか変になってるの。この霧だけじゃなくてね。危険なのか。多分うまく説明できない。でも気をつけよう。嘘じゃない。疑ってるんじゃない。ただ嘘でも本当でも構わない。あの町に行く。なんで？探してるんだ。人を。とても大切な人だ。私も探してるの。ママ家母を何年も会えていないの。ここに父と兄もいると思った。でも見当たらないし。ごめんなさい、こんなこと。いや、その見つかるといいな。ええ、あなたも。
さっきの。そう、ジェームスだ。アンジェラよ。アンジェラ。それで何を考えているかはわからないが、危ないことはやめよう。そう？何が問題なの？逃げるのは簡単よ。二人にはふさわしいでしょ。二人？私とあなた、同じでしょ。私は違う。怖いの？ごめん。いいさ。お母さんは見つかった？いいえ、まだよ。本当にいるのか、ここに。さあ。でもこの町に住んでたんだろ？そうなの？なんで知ってるの？いや、君がここでお母さんを探しているから、そう思っただけ。ああ。ごめん。あなたの探している人は見つかった？まだだ。彼女はメアリー、妻なんだ。ごめんなさい。いいんだ、見つかるわけないよな。3年前死んだのに。もう死んでる？大丈夫、私は正気だ。ただそれでも。ママを探さないと。一緒に行かないか？この街は変だ。墓地で君が言った通りだった。いえ、大丈夫。私は邪魔になるし。あ、ちょっと、それは。これ預かってくれる？ああ、構わない。持っていると楽になりたくなっちゃうから。私が悪いの。ごめんなさい。お願い。でも。おい、さっきの子か。手を踏んでいっただろう。
知らないよ。子供がこんなとこで何してる？さあね、逆に大人が何うろうろしてるのよ。おい、感じ悪いぞ。親の顔が見てみたいな。何を持ってる？お前なんかに関係ない。だってメアリーは嫌いでしょ。何？おい待て。メアリーを知ってるのか？メアリー。ああ、君は違う。恋人に似てるの？いや、死んだ妻だ。本当に顔も声もそっくりだ。私はね、マリアよ。幽霊に見える？どう？ほらね。おっと、あの、混乱してて。ねえ、どこ行くの？妻を探す。死んだんじゃないの？そう、3年前だ。それなのに手紙が来たんだ。手紙？変だと思うかもしれないが、確かに。ねえいいから。それでどんな手紙？あと、待ってると書いてあった。思い出の場所で。ここが？とにかく私は見てないわ。他に心当たりは？私はわからない。確か一つあったような。そうだ、あそこかも。いい場所があるの。そう遠くない。どんな場所だ？カップルが特別って思う場所。教えてあげましょうか？他に行く場所はないんでしょ？それとも何かする？ちょっと落ち着いて。からかっただけ。ほら、こっちよ。行くのか？教えてくれれば。置いてくつもりだったの？その…本気？怪物がうろついてるの？違う、ただ…私が奥さんと似ているからなの。愛していたのね、深く。でしょ？それじゃあ行こう。いいのね。